50話を見て感想を語るみんなの反応集。ではどうぞ。ジェイリーさん、さすがに能力値のパラメータが化け物すぎて、こいつに勝てるやつ誰一人おらんだろ。この世に存在する全ての魔法をもうらってフリーレンが集めてるようなくだらないコラ魔法とかも全部持ってるってことだよね。実際ネタバレになるからあまり言わないけど、1級試験に受かった人は死ぬほどしょうもない魔法をもらうことになるからね。特権がすごすぎて抜けてたんだけど、魔導書があったとしても本人のレベルがって理由で習得できないとかはないのね。1級魔導士になれてるって時点でその部分の習得するためのレベルが足りませんみたいなのはあるし、クリアしているってことだと思うけどな。1級の魔法試験に合格できてたら少なくとも最低限の実力はあるってことでしょ。1級になってさらに強くなれるのは魅力的よな。これもうジェイリエが魔王だろ。世界一の魔導士なのは間違いないし、勇者一行じゃなくても倒せた説あるよな。まあ勇者じゃないと倒せないみたいな世界の定義みたいなのはあるだろうから、一概には何とも言えんけどね。ジェイリエはチートはっきりわかんだね。ジェイリエって何者やねんって思ってたけど、大陸魔法協会を作った人なのか。そりゃすげえわ。ジェイリエさんマジで呪術でいう五条悟る身があってめちゃくちゃ好きなんだよな。性格もサバサバしてるし、弟子のことを愛してるくせにそれを言葉には出さないツンデレだからな。マジで可愛い。ビアベルとユーベル戦をめちゃくちゃ持ってくれてて嬉しい気持ちでいっぱいです。この二人の戦い好きなんだよな。マジで日常的な作画もそうだけど、戦闘になっても作画が落ちるどころかさらに磨きがかかるの、さすがすぎて言葉が出ないわ。ユーベルのぶっ飛び具合マジで好きだから、ここまでしっかり描いてくれてて嬉しい限り、早く次の戦いが見たいですね。ユーベルちゃんが活躍してるのが見れるのめちゃくちゃ嬉しい。このビアベルって人、岡本信彦顔してるけど結構甘めな声が出てくるから脳みそ混乱する。でも好きな声なので問題ない。岡本さん顔なのめちゃくちゃわかるな。まあ結構キャラかぶりしそうなとこあるからなんとも言えないところ。行動原理とか意外と優しいとことかそういうの全部含めてみたら、岡本さんキャラじゃないのなんて一目瞭然。ユーベルの殺し合いが好きなとことか絶妙にネジが外れてる感じマジで好き。戦闘経験豊富なのもいいね。迷いなく目を狙いに行くところとかもいいよな。戦闘においては首で勝負つくのに目をつぶしてその後どうするかまで考えてるの怖すぎる。目をつぶせばまだ戦えるって思ってるのがめちゃくちゃ怖いよね。このそれぞれの魔法がめちゃくちゃバチバチぶつかる感じ最高に見てて気持ちいいわ。これ見て思ったけど、魔法って一種類しか持てないのか。攻撃系の魔導書がレアってのもあるんじゃないかな。フリーレンが持ってるような日常魔法は一般魔法としてその辺にゴロゴロしてそうだけど、それは正直めちゃくちゃ思ってた。フリーレンたちは覚えてる魔法多いけど、こいつらは戦闘において一個しか覚えてないのか。単純に切り替えが難しかったり攻撃する魔法ってなると時間をかけて使い方を理解してるものじゃないとしんどいとかそんなんじゃないのか。関係ないけどマジでビアベルのビジュが好き。このキッとした感じの顔がどタイプすぎる。ビアベルさんマジで漫画でもビジュが爆発しまくってたのに、アニメでも死ぬほどビジュが爆発してて尊いんだよな。魔法学校を史跡で卒業してて負けるなんて思われてない相手をフェルンが圧倒的な実力で潰すの気持ちよすぎる。一般攻撃魔法の物量を死で倒すの格好よすぎるだろ。小細工とか一切なくただ力の殴り合いって感じが最高すぎて見ててスッキリする。フェルンってやっぱり同世代でもそうだけど気づいたら相当な実力者に育ってるよな。自己評価低いのがなんとも言えないけど、フェルンはめちゃくちゃ強いよ。本人に強い自覚がないのが本当にもったいない。フェルンも魔力消せるのか。一瞬で駆け寄って殺しましたって張ったりかませるの格好良すぎる。フェルンが殺したのって思ったけどそうじゃなかったみたいで安心だわ。この二人尊いから殺さないでいてくれて嬉しい。めちゃくちゃ強力な魔法だけどラントくんが強すぎるんだよな。この子本当に好き。めちゃくちゃ強い魔法なのに
それを簡単に覆すのすげー。フェルンのパーチ実力高くね。ラント君のこの誰も信用してないってのが後半でも出てくるけど、こいつがユーベルを超える化け物だと個人的に思ってる。ユーベルはセンスにおいて抜群だけど、ラントはそこを戦闘 IQ で埋めてきてる感じして、個人的にはラントを評価したい。物みたいに運ばれたくないからっておんぶさせるのかわいすぎない？エイレちゃん愛しいなぁ。おんぶしてって言われてめんどくさがらずにおんぶしてあげるのも優しい。どっちもかわいい。ビアベルはおんぶされるの嫌かなと思って浮かせたんだと思うんです。そういう紳士的な一面もあると思うんです。動けなくて泣いてるのかわいすぎる。戦闘中はあんなキリッとしてたのに、負けた途端なよなよになるの、どっかのキャラを思い出す感じしてめっちゃ好き。しびれて動けないのかわいい。泣くな男だろが良すぎたな。メソメソしないで。惨敗してしびれて動けないから運んでもらってるけど泣いちゃうの子供すぎる。この3人めっちゃ好きだわ。試験通ってくれて嬉しい。シゲレが奪われたところからか、結構先週アニオリも多かったから楽しみだわ。フリーレンはマジで冒頭にもよくアニオリが入るし、こういう些細な描写とかをあくまで原作の補填として出してくれるのが最高に嬉しいんだよね。フリーレンのアニメ化は本当にここ最近で一番の成功作だと言っても過言ではない。雨を通さない結界だってカンネが言ってたけど、マジで通さないのか。ゼイリエ様様だな、マジで。雨も通さないような結界って言ってたけど、干上がった川とかもあったし、本当に通さないのね。フリーレンはこのレベルの結界を張れるのかな。フランメも大魔導士って呼ばれてるけど、やっぱりゼイリエは規格外だわ。マジで味方でよかったよ、ほんと。ゼンゼちゃんだ。楽しみにしてた。ゲナウさんもいいけど、やっぱゼンゼが可愛くて仕方ねえんだ。ゼンゼの魅力に二次試験を見たアニメ勢が気づいてくれたら嬉しいなと思ったり。一級の現役の魔導士たちがフリーレンとかペルンを褒めてるってのは正直嬉しいよね。なんか知ってる友達がすごい人に褒められてる感じ。すごい人に友達が褒められたりしてたら嫉妬でおかしくなってまうけどな。そういう話ではないだろ。伝剣の話がちゃんとこの試験後にも続いていくのがほんと最高なのよ。マジで早く見たいわ。伝剣最初嫌いだったけど今では大好きだからな。原作勢で伝剣嫌いな人間いるのかな。まあ男としては最悪だなとは思うけど、キャラとしてはものすごく好き。フリーレンは自分の知名度を理解してないから、本当なら知ってて当たり前なんだけど知られてないと思ってるよな。フリーレンのことを知らない魔法使いなんてこの時代にいるのかって話よね。まあ時代が進めば書物とか伝説とか神話とかそのレベルの実在したかわからない話って感じで残りそうだから、どうなんだろうとは思う。ラビカンを殺すだと、それは許せん。なんとしても阻止しなくてはいけない。この二人から得られるユリ成分はしばらく出番のないシタフェルの成分の代わりだから、殺されるのはものすごく困る。パーティメンバーが欠けたら不合格だから殺す必要はないんじゃないと思うけどな。欠けたら、の定義にもよるんじゃないかなとは個人的に思うけどね。どうなんだろうね。フリーレンの強さをちゃんと理解できるラビーネがリヒターの強さを理解できないわけがないんだよな。ラビーネがちゃんと敵の強さを理解してるのさすがって感じする。確かにこの人強そうだもんな。リヒターさんの強者感めちゃくちゃ好き。試験の場じゃなかったらめちゃくちゃいいおじさんなのもさらに好き。リヒター最初出てきた時はなんだよこいつって思ったけど、今は好きで仕方ない。伝剣とリヒターはマジで原作読めば読むほど好きになるでしょ。伝剣が特権に興味がないってのがめちゃくちゃ意外だったな。食いつきそうなもんなのに、特権が欲しくて参加してるみたいなもんかと思ったけど、意外とみんながみんなそうでもない感じなのね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はよければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。